リンギを使って食べるラー油を作ります。夏はピーマンで作りましたが、このエリンギの食感を楽しむために考えてみました。今回はお家にあるような材料を使って作っていきます。ではエリンギを切っていきます。エリンギまずね、縦に、あまり今日はみじん切りじゃなくてちょっと大きめに切るのがコツなんですね。きのこはちょっと火を加えると水分が出て縮んでしまうので、存在感を出すためにちょっと大きめに切っていきます。1ミリ角ぐらいになるような感じかしら。よいしょ。細かく切るとエリンギの存在感なくなるのでね、細かく切らないようにあえてしてみてくださいね。そしてまたここからちょっと大きめですよ、 7-8 ミリ角ぐらいね。サイズがあってもまたそれはそれ楽しいので、あまりねこう気にせずに大胆にザクザクと切ってみてください。さっきの2本がこんなにたっぷりなりました。じゃあニンニク切ります。まず縦に入れて、これねあんまり細かく今日は切りませんので、切れていくとみじん切りができる。で今日は油で煮ていくのでニンニクの芽は取ってませんけれど、気になる方は取ってからやってみてくださいね。エリンギの相性ってね、きのことニンニクの相性バッチリだから。はい、では作っていきます。ごま油、サラダ油を入れます。これは同じ種類でもいいんですけれども、半々にすることによってより深い味わいになっていきます。ニンニク、先ほどの粗みじん入れていきます。では火をつけます。まず弱火です。この油とニンニクをなじませて、油にニンニクの香りを移していきますから、慌てずに弱火でじっくりとニンニクの香りを出していってくださいね。だんだんふつふつしてきて、ちょっとこうきつね色になるまで待ってあげてください。はい、だんだんふつふつしてきました。今日はねこのごま油とサラダ油半々入れてます。ごま油だけでもいいんですけど、ごま油を全部入れるとねちょっとこう油の匂いがこう強くなりすぎて、サラダ油だけだとさっぱりしすぎるので、ちょうど半々入れるとちょうどいい味わいになっていきます。ふつふつしてきました。ここがね今ちょうどニンニクの香りが立ってきたんですけど、これがまたさらにちょっとこう周りがこんがりと焼けてくるまで待ってくださいね。もういじらなくても大丈夫です。ここであまりこう触ってしまうと油の温度が下がってしまうので時間がかかってしまいますから、ここもじっと待ちます、ね、ここでねしっかりニンニクに火を入れる方がこのニンニクの香りは立つんだけれどもニンニク臭くないというね、ちょうどこう絶妙のバランスになっていくので、ここでは慌てずにしっかりとニンニクに火を通していってくださいね。見てください、だんだんうっすらと茶色くなってきます。そしたらいいですか、エリンギを入れていきます。そしたら混ぜていきます。このニンニクとエリンギを絡めるように混ぜていきますよ。これだけでも美味しそうですけどね、これだけ塩振ってもアヒージョみたいな感じで美味しいですけど、さらに味をつけていく。全体にこう油とエリンギが馴染んだら、ここでちょっとほんのちょっと塩を振ってください。で塩を振ると水分が出てきて旨味が濃縮するあっていきますので、塩をちょっときのこに振ってあげると美味しさがアップしていきます。ほんのちょっとね入れてみてくださいね。ここでちょっと 2-3 分ニンニクの香り、ごま油とサラダ油の香り、エリンギの旨味を一緒にしてコトコト煮ていきます。ここ 2-3 分経ったら
ある程度こう旨味と水分が油に溶け込んで、エリンギもちょっとこう炒まってきたような透明感が出てきたところで、今度は今日はなんと七味唐辛子を入れていきます。よくね、粗挽きの赤唐辛子を食べるラー油には使うんですけど、やっぱりこうスーパーですね、ちょっとすぐ手に入る、今回は七味唐辛子を使っていきたいと思います。でも七味唐辛子って見てください、いろいろ入ってますよね。黒ごまも入ってるし、ケンピも入ってるし、いろんなこう旨味が入っているので、今日はこの総合的いろいろ入っている七味唐辛子を使っていきます。今日はこれ大さじ今1半入れてますけど、辛いのがお好きな方は大さじ2ぐらい入れて、苦手な方はちょっと減らして入れてください。でこの七味唐辛子の旨味をまた油に引き出していくために、ここでまた1分ぐらいゆっくり煮てくださいね。これエリンギを大きめに切っているので存在感あるんですけど、これをねここでみじん切りに細かく切ってしまうと、エリンギがねこうわからないぐらいにちっちゃく水分が出てわからなくなるので、こうさっきちょっと大胆に切ると美味しいこう歯ごたえ残りつつ旨味を吸ったラー油になっていきます。黒ごまも入ってるからちょっと栄養価もアップしますね、七味だと。これがねラー油ですよね、こう油と唐辛子のオイル。では仕上げに入っていきます。ここでフライドオニオンを入れます。大さじ2入れました。そしてなんと今日はお味噌、普通コチュジャンとかね入れるんですけど、ちょっとこう七味唐辛子を使ったので和風のねお味噌を入れるととってもまろやかになって味が増しますから、今日は普通のお味噌を入れて溶かしていきます。でお味噌が全体に馴染んだら完成ですよ。もちろんお味噌じゃなくてコチュジャン好きな人はコチュジャン入れて、七味唐辛子じゃなくてあの粗挽きのね赤唐辛子入れてもいいし、一味唐辛子でもいいし、粉のタイプでもいい、それはお好みでね選んでください。でお味噌が全体に馴染むように混ぜていただいて、お味噌が馴染んだなと思ったら全体をきれいにして、だいたい一煮立ちさせたら完成です。できたら器に瓶に入れていきます。エリンギの食感が生きても、あ、ちょっとピリッと美味しいです。